こんな風に股関節が硬くて左右のバランスが悪い、このあぐらのポーズを取るだけでも痛いという方は、まずこのセルフケアだけやってください。皆さんこんにちは、マスカです。さて、今回お伝えするのは、この股関節を柔らかくしてお腹痩せをしながら足痩せもできるエクササイズをお伝えしていきます。できれば寝る前に行っていただけると足もスッキリして夜も眠りやすくなりますので、寝る前に行ってみてください。それでは早速やっていきましょう。では初めに、この股関節の硬さを確認していきましょう。今これを見ている皆さんは、このポーズが取れますか？もしこんな風に足が浮いてしまっていたり、足を前に出していないとこのポーズが取れない方は、お腹が出やすく、そして足のむくみも起こりやすいので、足が太く、そしてほこりの中になっている方が多いかと思います。ですが、今から行うエクササイズをしていただければ、みるみる足痩せできて、ほこりの中もへこんでいきますので、10回ずつ行っていきましょう。両足裏を合わせていただいて、ここでどこまで足を手前に寄せれるか確認してみてください。そしてこの足がどれぐらい浮いているか確認してもらって、ここから足を動かしていきます。なので、まずはこの状態で前に体を倒していきます。そしてある程度いったら、ゆっくりと戻して、まだ体を前に倒して、そして戻す。これを繰り返していきます。特に股関節の硬い方は、前に足を置くようにしてみてください。それではいきましょう。せーの、スタート。いきますよ。はい、1、戻して、はい、2、はい、戻して、3、呼吸を止めないで、はい、4、はい、5、無理しないでくださいね、はい、6、はい、7、もうちょっと頑張れ、はい、8、はい、9、いらそう、10、はい、OK です。今の股関節の硬さが分かりましたね。またこれを最後に行いますので、今の硬さを覚えておいてください。次は両足をこのように立てていただいて、足を左右に倒していきます。こうすることで、この股関節周りの動きを良くすることができますので、左右に10回足を倒していきましょう。それではいきます。せーの、スタート。いきますよ。はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、呼吸を止めないで、はい、5、はい、6、無理してね、行かないでくださいね、はい、7、はい、8、はい、9、あと1回出そう、10、はい、 OK です。次に行きましょう。次は片足を伸ばしてもらって、このまま体を前に倒していきます。で、この時に体を前に倒すと、今右足の内ももですね、ここがしっかりと伸びていきますので、ゆっくりと息を吐きながら、そして戻して、もう一回ふーっと吐きながら倒していきます。そして戻す。これを10回繰り返していきましょう。それではいきますよ。せーの、スタート。いきますよ。はい、1、戻して、はい、2、はい、戻して、はい、3、戻して、はい、4、はい、戻して、はい、5、近づいていきましょう、はい、戻して、はい、6、戻して、はい、7、戻して、はい、8、
戻して、はい、9、あと1回、そう、はい、10、 OK です。では次は反対の足を伸ばしていきます。では左の内ももも伸ばしていきましょう。ではいきます、せーの、スタート。いきますよ、はい、1、戻して、はい、2、戻して、3、無理しないでくださいね、はい、4、戻して、はい、5、戻す、はい、6、戻して、はい、7、はい、8、しっかり伸ばして、はい、9、はい、ラスト、10、 OK です。では次ももう一度右足を伸ばしていただいて、次は上半身を横に倒していきます。でこのお腹はですね、ここをねしっかり伸ばしますので、こう手首をね持っていただきながら、あと横に倒していきましょう。ではいきますよ、せーの、スタート。いきますよ、はい、1、戻して、はい、2、はい、戻して、3、はい、し、しっかりと息をね吐いていきましょう、はい、5、はい、6、あ、無理しないでくださいね、そして、はい、7、戻して、はい、8、はい、9、あと1回、ラスト、10、 OK です。それでは反対側もいきます。ではいきますよ、せーの、スタート。いきますね、はい、1、戻して、2、戻して、3、はい、頑張って頑張って、はい、し、戻して、はい、5、戻して、はい、6、力まないでくださいね、しょ、はい、7、あれ止まっちゃった、8、9、やそう、10、はい、 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。では再度股関節の硬さをチェックしてみましょう。だいぶこの足がですね、こうやって上がってしまっている方は、ここに下の方まで結構下がっている方もね多いかなと思います。毎日ワンセット行うようにしてみてください。